今日ご紹介するのはですね、水筒というか、キャンティーンというか、こちらのものですね。別にそう珍しくないですけども、ブッシュグラフトなんかで、よく焚き火をされてる方の動画を見てるとですね、結構この、チタン製のキャンティーン、水筒ですけども、そのまま、焚き火に、で温めているというような風景を見ますけども、一応これチタン製なので、なかなか軽量で、これ以上のものはないと私は確信したので、また、紹介の動画を上げさせていただきたいと思います。ですね、ピント合ってるかな。これヘッドカバーですね。ヘッドカバー。それで、ごめんなさい。ヘビーカバーや。ヘビーカバーね。裏が、ケース。キースかケースかわかりませんけども。ケースというメーカーを調べるとですね、これは実は中国メイドインチャイナですね。で、ヘビーカバーというメーカーを調べると、北米産であるというような説明があると思いますけども、ヘビーカバーですね。で、何が違うかというと、一緒なんですね、正直言って。で、いろいろ調べとると、どうもこれは、同一じゃないかと、メーカーがね。もちろん中国生産をさせとるという面もあるかもしれませんけども、おそらく製造はですね、チャイナですね。で、これをですね、アマゾンで売ってるものを見ると、ケースのですね、このチタンのキャンティーンと、これの、やかんですかね。やかんというのかな。このような取っ手が付いとって。で、まだ未使用ですから綺麗なもんですけども、使ってしまえば悲惨なことになりますが、で、これに、このカバー、ごめんなさい、蓋が付いてるという状態ですね。で、これを取って、このように収納できるということで、サイズは一緒なので、ヘビーカバーが、ケースに、製造を委託しとるような感じですかね。ハンドカバーこういうことですね。ただこれ火にくべるときにですね、これが、通常の、ドリンクキャップかな。これが専用のもので、もちろんこれも入りますし、ただここにですね、シーリングしてあるので、このまま火にくべちゃうとですね、悲惨なことになっちゃうということですね。それを気をつけてください。あとはですね、このような、収納バッグがあります。これはどこで買ったんかな、あんまり覚えてないですけど、これは多分アマゾンで買ったんかな。コージュラナイロンですね。メーカーが、どこかな。忘れちゃいました。なんかこのようなトカゲみたいな マークがついてます。ということで、これを、このままですね、収納できる。これをこう入れて、キャップは何でもですね、キャップをつけて、収納できると。これをつけて、シャッシャッシャッと。シャッシャッシャッと。していっただけで、そんな、あんまりシャッシャッシャッしないですけども。で、これを、
パチンと。ということで、これがお手軽装備ですね。でこれをリュックにつけて、山歩きをしたりトレッキングをしたりすることができるということです。はい。でおそらくケースという、日本で買うとですね、アマゾンまた19,283円ですね。この、これも多分ついてます。これとは違う、要は迷彩柄の簡単なやつですね。はい。これはメイドインチャイナですね。でこれをですね、アメリカのショップで、このカバーはなしですよ、この本体だけで買うと、$225です。はい。何が違うかというとよくわかりませんけど、多分ヘビーカバー自体がですね、北米生産を歌ってるのかよくわかりませんけども、それだけの差だけですね、値段的に言うと。そうすると、225カナダドル、カナダのショップで売ってますから、これ、買うとですね、そのような値段します。ということで、はるかに高いんですけども、興味のある方は一回探してみてください。ヘビーカバー、USGI スタイル、チタニウムキャンティーンメスキットというような、検索をかけてみるとですね、出てきます。はい。ということで、簡単な紹介動画でしたけども、これは多分いいと思いますね。はい。火にくべてもいいというところが、ベストだと思います。私は。最後までご視聴ありがとうございました。